皆さんこんにちは、ビーレジェンド海谷でございます。ですね、まあ、前回今年ね2018年に入って何が出たっけ、3月にミルキーペコちゃんポコちゃんが出たでしょ、ペコポコが出たでしょ。で、その後波動拳ストリートファイター波動拳出たでしょ。でその後スモーク豆腐忍者が出たでしょ。でいや、ビーレジェンドね、去年なんかだったら1月2月でなんか10個ぐらい連続でリリースしたりね、強烈に出してるんですけれども、今年実はねまだその3つしか出てなかったのじゃないかな本当かな出てなかったかなと思うんですけれども、まあ結論から言うとですね、じゃじゃんとうれー、あ、これちょっとあんま動かしたらあれだね。はい、これをね出しますよ、間もなく。まあこれを出します。でこれはまあ新しいフレーバーなんですが、まあまあ間もなくです、もう間もなく出るのでもうすぐ発表しますけれどもね。なんでもう本当にすぐ出ます。でどう言えばいいかな美味しいですなんて言えばいいのかな、あ、そうか、あの WPI です。 WPI でこれは限定です。限定で、これはあのぺこちゃんとか波動拳みたいに追加で出てきたりしないので、ぜひまあこの機会にねもう買ってもらえればいいんじゃないかなと思います。あの美味しいです、非常に飲みやすい、さらっとして飲みやすい、口当たりもいい。今もう WPI がアイスココアと地中海レモンかの2つがあるんですけれども、まあ、どっちもねあの飲みやすいんですけれども、多分その中それよりもさらに飲みやすいと思います。はい、ので、お試しいただければいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、まだねちょっと発表してなくて、これもなんだちょっとここにあの隠れてると思うんですけれども、楽しみにしておいてください。全然告知になってないね。はい、もう間もなく発表できますので楽しみにしておいてください。で限定品ですので発表したら早めに買っておいてください。はい、ということで今回はまだ発表できないんですけれども、新しい WPI の限定品の紹介になってないけど紹介でした。はい、ということでまたお会いしましょう。さよなら、ごめんなさい何も言えずで